皆さんこんにちは。盗聴盗撮ハンターの渋谷です。実は私仕事で盗聴器とか盗撮カメラを探す、そういう仕事をしています。でその中でいろんなお部屋とか、会社とか調査行くんですけども、結構不思議なことがあります。あ、これって例の仕業じゃないのとか結構あるんですけど、今日はねちょっと皆さんに聞いていただいても多分難しいと思うので、ちょっと僕が知ってる変な話っていうか妙な不思議なお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。僕の友人というか、阪神淡路大震災、皆さんご記憶にあると思いますけども、その中で救援活動の、ボランティアを僕してたんですよ。どういうボランティアしてたかっていうと、大津っていう滋賀県の大津にある日赤から、兵庫県にある芦屋市民病院まで血液を運ぶ、そういうボランティアやってました。でその時に、病院関係者の方と結構知り合いになるわけですよね。だ病院の関係者の皆さん方って言いますと、先生なんか怖い話ないですかと、僕のスケベ心が出てなんかそういうことの話を、いっぱい聞き出してくるんですよ。でその中でいろんな先生もやっぱりね、自分自身も心霊体験なさってるし、臨死体験もなさってます。自分が体から抜け出て上から自分を見下ろしてたっていう先生もいます。でも公にそういう話できないと、なぜなら我々先生ですから、医者ですからって言うんですよ。でも僕にこそっといろいろお話ししていただきました。その中で一人看護師の方がおられましてね、今でも覚えてるんですけども、当時今から5年ぐらい前、兵庫県でちょっと飲み会があったんですよね。同窓会みたいな感じで、あの時は大変やったなっていう、ねぎらう会があった時に、僕も参加させていただいたんですよね。でその時にその看護師さんに、渋谷さん、そうそういいお話がありますと、いろいろちょっとお話ししたかったんだけどなかなかチャンスがなかった、ちょうど今日お話ししますっていうお話なんですよね。その方看護学生の頃にある病院に学生として実習で行ってたんですって。で一人のもう名前言いますけどね、80過ぎの菅さんっていうね、ちょっと名字は分からないんですけども、菅さんっていう名前のおばあさんを担当なさっていました。そのおばあさんっていうのはもう意識も何にもない、だから寝たっきりの状態なんですよね。まばたきもできない、だから目に脱脂面にしました水滴を目にゴトンゴトンとやるとか、もう流動食なんですよね。もちろん喋れません。でそのおばあさんを担当やったんですよ。でも学生時代に人間死んでも何秒間は脳が働いてるから耳は聞こえてるんだよっていうのを教えてもらってたから、何も意識のないおばあちゃんでも聞こえてるんだな、魂には日々私の声は聞こえてるんだなと、そんな風に思って毎日おばあちゃんに声かけてたんですよ。寝たきりだけど体も、硬直したりするんで、たまにはこうほぐすような形でね、車椅子に乗せて病院の周りを散歩したり、おばあちゃん今日はいい天気ね、もう蝶々が飛んでるよ、春よねとか、いろいろ声かけておばあちゃんに接してました。でもおばあちゃんはぁっていう顔なんですよ。全然意識がない、でも一生懸命おばあちゃんに声かけて、そんなある日なんですけどね、6月ぐらい、7月ぐらいでしたね、ばあちゃん、私ね、ちょっと明日から友達と旅行に行くの。だから1週間ね、来れないけど、頑張ってね、おばあちゃんって言ったら、いきなりおばあちゃんがね、ぐっとベッドから起き上がって、行かないで、行かないで、行っちゃダメ、行っちゃダメ、行かないで。って私にしがみついてきたって言うんですよ。じゃあその声を聞いてナースステーションから看護師さんたちがね、どうしたのどうしたのどうしたの、いやおばあちゃん意識戻ったんじゃない、あんた何したのってわっと大騒ぎになったんですよ。その時に看護婦長さんがね、
あなたね、意識のないおばあちゃんがこんなことになって、今非常に奇跡的なことが起きてる。あなただけが頼りなの。だから明日あんた旅行に行くっていう、それちょっと取り消して、なんとかちょっと日伸ばしてくれないって頼まれたんですよね。でも私はちょっとどうしようかな、友達にも言わないといけないのでって言って、友達に電話して事情を説明して、1ヶ月旅行を伸ばしたんです。そしたら次の日出てきましたよね。おばあちゃん意識戻ったんだよねって言って、ナースステーションに声かけると、いやいや、あんた帰ってからね、またいつものままなのよっていうことなんですよね。菅おばあちゃん帰ってきたよ、おばあちゃんって揺すってもね、はあってもう目見開いて全く意識ないんですよ。なんや、こんなことやったら旅行行ったらよかった、一過性のもんやったんやって、その日一日ふてくされて仕事してたんですって。でもやっぱりね、学生の身、看護学生の身だから、やっぱり点数、いい点数取らなきゃいけないので、できるだけ態度に出さないで一生懸命こう仕事してた。夕方ぐらいでしたかね、大広間でお年寄り皆さんが車椅子乗ってね、テレビ見てたんですよ。私もおばあちゃんを乗せてテレビを見に大広間に集まって、お母さんと一緒はやってたんかな、なんかそんな感じの番組やったと思います。その時にニュース速報、字幕にテロップが出たーっと出たんですよね。日航ジャンボ機123便、覚えておられる方いますと思うんですけども、御巣鷹山墜落のニュース速報やったんですよ。それ、私が乗ってる、本来乗るはずの飛行機やったんですよね。本来私本当はいないんですよ。あのおばあちゃんに命助けられた、だから今こういう生きてますけど、人の命の尊さ、今医療関係の従事して本当に良かったな、こんな話があるっておっしゃってました。これが一つです。もう一つ、自殺すると大変なことになりますよっていうお話なんですけど、私 の友人でね、鉄道マニア、まあ、電車マニアですよね、電車大好き、撮り鉄、乗り鉄、まあいろいろあるんですけど、まあ私もね、昔は鉄道マニアというか電車大好きでした。その友達がですね、仕事の関係で新幹線は乗るんですけど、在来線ってほとんど乗らないんですよね。久しぶりに在来線に乗れるっていうことで、まあ京都から兵庫県の方にね、得意先にサンプルを持っていく、まあそういう仕事やったんですよ。お昼過ぎに電車乗ったんですかね、まあガラガラですよ、神戸駅、電車なんで一番先頭に乗ったんですよ。久しぶりに電車の運転席から流れる景色を見れるなと思って、テンション割と高めにね、椅子は座ろうと思えば座れたっていうんですよね。でも前の流れる景色を見たいんで、サンプルを手にしながら運転席のマスコの操作をじーっと見ながら出発っていうのを見てたんです。電車が発進します。だん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 スピードが上がっていきます。60、80、100キロ、京都から大阪にちょうど一番いい直線コースがあるんですよ。そこを電車が走った、ある駅に差し掛かった時に、何気なくちらっと動くものが見えたんですって。そうするとその黒い物体っていうのが電車に向かって飛んできたっていうんですよ。それ飛び込み自殺やったんですよね。ある年配の男の人が運転席にドーン当たった、その瞬間バチッという音とともに血しぶきがフロントガラスに当たって、フロントガラスがへこんだんですよ。運転手は人身事故を知らせるパーンっていう長いクラクションを鳴らしながら非常ブレーキを上げたんですよね。その時に俺はな、グググググッと前にブレーキで押された。その時足元にゴロ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 
その方を巻き込む音を足で感触聞こえた。それと同時に俺の耳元でな、お母さんごめんなさいっていう声が聞こえた。ものすごく怖かった。それからね、それが26日の日やったんやけど、次の月の26日、またその次の26日になったら、そのお母さんごめんなさいの夢を見るんですよ。どういう夢かっていうと、飛び込んだホームがあります。自分は京都行きのホームに立ってます。大阪行きのホーム、事故があったの大阪から大阪へ向かっているホームなんですよね。なぜか空が真っ赤な夕焼けなんですよ。ホームには誰もいない。そういう夢を見るんですよ。うわ、なんだこの夢、まあ、この間もこの夢見たぞと思って見てるとね、線路と線路の間の枕木ありますよね。あそこにね、ナマコみたいなものがうにょうにょ動いてるのが見えるんですって。あれなんだろう、うわ気持ち悪いな、なんかナマコが、あれ、あっこにもナマコがいるで、ここにもいてる、わ足元にいてるやん、いっぱいたくさんのナマコみたいなものがいるんですよ。それが全部人間の目がここについてたりここについてたりするんですよね。その瞬間思ったんですよ。あれ、これひょっとしてここで亡くなった人の肉の塊かなと思ったらしい。その時にね、そのナマコみたいなやつがね、一つ一つ言葉発してるんですよ。ない、ない、ないなあって。その時の一人のナマコっていう、一人っていう表現はおかしいかな。一つのナマコと目と目があったんですよ。自分の方に一瞬見てグググググッと近づいてきて、目の前でないなあって言って、それで目が覚めるんですって。それを26日になったら毎回見るって言うんですよね。どうにかならんで、どっかお祓い行ったらどうなのって僕はまあ軽く言ってたんですけど、要はね、何が言いたいかっていうと、列車に飛び込んだ場合っていうのは粉砕しますよね、自分の体が。そのパーツっていうか、自分の体の一つ一つ髪の毛一本までのパーツを全部揃えないとあの世に行けないんだよねっていうことが僕の方に伝わってきました。だから死ぬ時は必ず天命を全うしてください。自ら命を落とすととんでもないことが後に待っています。ということで以上です。ありがとうございました。